彼女は生き霊を憐れみ、彼らが苦しむ姿を見たくなかった。故に夜の色と玄武を抜き取り、臣下は皇女殿下の力をあがめ、彼女の呼びかけに従った。後に幽夜浄土と呼ばれる神聖なる国へと移り住んだのだ。本当に かなりしっかりと作られているようです。悪くありませんね。我らは聖国を作り、皇女殿下雨が止んだ時、皇女殿下は天の階段を降りられたのだ。神下たちは殿下が放つ最上の栄光を目にしたのである。誰か助けてください。いざ。こちらです。
行こう。さあ。英雄たち。民に自由を与え、古き法則にとらわれぬようにか。行こう。し、やあ。大書記官。各領主たち、忠実なヨガラス騎士は塔に登り、皇女殿下に忠誠を誓う。鮮やかな紫色のドレスに口づけすることを、この上ない栄誉であると思った。行き止まりみたい。白露と泡のように。おや、場所がか、あ、戻ってきたみたいだぞ。待て！しかし、はっ、進化は期待を悟り、救世主に祈りを捧げる。やっ、ふっ、やっ、やっ、逃げ道はありません。さあ、風の赴くままに。漆黒の従者オズよ。お嬢様は。はい。皇女殿下は降臨したが、敗戦による災いは皇城にまで及んだ。よし、全力。
ついに彼女は制裁の雷をもってして竜の鱗を貫く。竜の血による嵐の中、彼女は言葉を告げた。逃げ道はありません。行こう。今の声どこかで聞いたことあるな。もしかしてまたあのヨガラス騎士のアンちゃんじゃないか。いざ。それほっ。このような無様な姿。機嫌や。お母さん。わかった。また戻ってきたな。
いざ行こう。しっ、待て！行こう。行こう。し、竜の血による嵐の中、彼女は言葉を告げた。我が民に自由を与え、この王国はそれとは全く違った。皇女殿下は再び歌い始める。竜夜浄土の聖歌を。いざ。ふるさとを思う。拙者と故郷のつながりはもうこの刀のみでござる。行こう。石を拾って城と町を作り、山や海を開いた。紺碧に輝く我らが王国は小さくも金器の楽土である。いざ。はっ。ほっ。た。よ。それ。行こう。
拙者と故郷のつながりはもうこの刀のみでござる。進化が彼女を拝んだ。すると彼女は私のために祭典を催し、荒野で劇を演じよ。私にひれ伏し、英野の栄光と引き換えに純潔の玄武を捧げなさいと告げた。助けてください。なんとなく現れる気がしてたぜ。そう言わないでください。確かに未熟ではありますが、絶対にこれが。風の流れ。あんちゃん、いざ。ほっ。しっ。エイヤの除去く。ほんだ、早く閉じよう。また変なところに飛ばされなきゃいいけど。焦らず、一歩ずつ着実に進もう。心を落ち着かせることで勝利につながるでござる。元気出せ。他の人に負けんな。自分自身に負けんな。あんたは全然弱っちくねえぞ。
力が働いたようです。結果は私の知っているフィッシュルの大勝利ですね。ありえない。雄夜浄土へようこそ。めでたしめでたし。ある嵐の夜、少女は図書館の中で進むべき未来の道を見つけた。少女は自身に言う。自らの夢の国を作ろう。石を拾って城と町を作る。山と海を開くのだ。そして同じ夢を持つ全ての魂にこう伝えた。全ての非現実的なものに誇りを持て。我らはその世界よりも上にある。なぜなら紺碧に輝く我らの国は小さくも近畿の楽土である。今日は本当に素敵な日だ。